こんにちは、果実シュラーのまさきです。今日の動画は試飲会。こちらは以前つけたブラムリーシュですが、つけてから3ヶ月の時が過ぎ去りましたので、今日は第2回目の試飲を行っていきたいと思います。はい、こちらが近くからの映像です。以前より少し琥珀色が濃くなったかな。では、ついでいきます。つげました。では、飲んでいきます。まあ、美味しいけど、結論が出ました。こちらの3ヶ月目のブラムリーシュ評定は 3.8 ポイントです。3ヶ月目のブラムリーシュ、以前つけた赤リンゴの果実酒、紅玉というリンゴでつけた果実酒と比べるとやっぱり味が落ちると思います。僕は赤リンゴと青リンゴについて、それぞれ基本的なリンゴらしい味を共通して持っているのとともに、赤リンゴには桃やカリンを思わせるフルーティーな甘い香りが付け加えられていて、青リンゴにはフルーティーな香りはあまりなくて、気分をスッキリさせる爽やかな清新な香りが付け加えられているという差別化があると考えています。赤リンゴで漬けた果実酒は元のリンゴのフルーティーな香りがそのまま液体に溶け込んで美味しい味になっていたと思います。しかし今回のブラムリー酒はそういったフルーティー成分が少ない。そこがまず失点の一つです。そしてブラムリー酒からも青リンゴらしい清新な香りが多少感じられますが、その清新な香りってシャリシャリした食感の生の果肉と一緒に味わうことによって美味しいと感じるものであったみたいなのです。液体に清新な香りをつけて飲んだ場合はちょっと爽やか度合いが劣って感じられてしまいます。青リンゴの爽快には蒸気保存を前提にした果実酒とはそぐわない部分があったようです。そしてブラムリーは酸味を新状にしたリンゴであると盛んに宣伝されていますが、果実酒としてはそこまで言うほどは酸っぱみは効いていないです。酸味がよく効いた果実酒はそれだけで結構飲ませる味になるものなのですがね。ブラムリー酒の酸度は梅酒やボケ酒やレモン酒にはだいぶ劣り、西洋すぐり酒にもやや劣るというくらいです。それと以前はブラムリー酒は紅玉リンゴ酒と比べて酸味は勝っていると述べましたが、今味わうとそこまで両者に差はないように思えます。果実酒にすると酸味は生の果実の時の半分くらいにデバフがかけられてしまうものなのです。だから果実酒として酸味を持ち味にしているという評価を得るためには、生の状態から舌が曲がるほど酸っぱいとか、休み休みかじらないと食べられないというくらいに酸っぱくないといけなかったのです。しかしブラムリーをつける時の動画で試食しましたが、ブラムリーは結構生食もできるくらいの酸度でした。ブラムリーの宣伝文句はお菓子作りにはちょうど良い範囲で酸っぱいという意味であったのでしょう。ブラムリーを買う前にはものすごく酸っぱいと聞いていたので、もしかしたらリンゴ風味で梅酒やボケ酒に匹敵するくらいに美味しい果実酒が手に入るんじゃないかと期待していましたが、結構当てが外れてしまいました。まあブラムリー酒も
基本的なリンゴ味を持っていますし、鮮烈な青リンゴ香が液体に溶け込んだ状態も悪いものではないですから、まずいわけではありません。今回は基本的なリンゴ風味や青リンゴ香の濃度が以前より上がったことから、1ヶ月目より評定は上がっています。でもやっぱりブラムリーの酸味が意外と強くなかったのが残念だなと改めて思いました。聖大教の試飲動画を終わりといたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。